皆さんこんばんは。国防ニュース最前線の時間がやってまいりました。今日は伊藤俊幸元会長にお越しいただきました。よろしくお願いします。伊藤さん、昼なんちゃらかんちゃらとか帯ですか、もういっぱいテレビに出られているので、まあ、こちらの方にも引き続きお願いしたいんですけれども、ワイドショーにもね、まあ、出られてましたから、何の話をするのかと思いきや、もう北朝鮮の問題で、まあ、ああいうところでも語られるようになったんだなと思いましたが、あのいわゆる米韓防護が報じられた時も結構、ああ出ましたね、あ丸一日出られてましたね、あ3曲が気持ちいい、ね、3曲夜もね、フジテレビのテレビ出られてましたけど、ちょっとあの話ってなんか随分騒がれましたけど、何だったのか、ちょっと簡単にお願いできますか。この米韓防護っていう文字熟語ですよね、まずこれ2つ意味、2つ間違ってるというか、もう完全に政治的な用語なんですよ、はいはい、これ、だからもともとこの防護っていうのは何かというと、これ自衛隊法の95条に、これで条文言うと難しいんですけど、はい、武器などの防護、武器等防護っていう、はい、そこなんですね、はい、これ何かというと、まあ、要するに私が例えば艦長の時なんか500億の潜水艦をたば、また任されるわけですね、はいはい、そうそう、これに傷をつけたりしたらダメだし、うん、犯罪者になんかされてもいけないんで、守らないわけですよ、これを、うんうん、これあのミリタリーのところではフォースプロテクションって言うんですね、フォースプロテクション、まさにプロテクトですよ、はい、こうガチッと、自分を守る、はい、だから戦争じゃないんですよ、うん、プロテクトですからね、だからこのフォースプロテクトっていうのはもう艦長の責務なんですね、はい、ですから世界中の海軍の艦長たちっていうのはみんなまずこのフォースプロテクションというのが第一任務なんです、はい、絶対に持ってる、やらねばならない義務なんですね、はい、だから自分の船を守る、うん、で日本の場合もこれがだから意外に思われるかもしれませんけど、常時自衛官、自衛隊、はい、隊員ですね、艦は自分の所掌の武器などを守らなければいけないんですよ、はい、そのために警護をして、それを防護するプロテクトするために一定の武器を使用できるって書かれてるんですね。でここに武器の使用というのがあるんです、はい、で武器の使用というのはこれ私がよく言うんですけど、武器の使用と武力行使は違うと、はい、武力の行使というのは鼻から破壊と殺傷を目的に武器を使うことで、いわゆる戦争行為ですよね、うん、でも武器の使用というのはこれは警職法ですよ、警察官職務執行法の第7条の概念で、はい、警察官がだからまさに武器が使える概念で、その中に書かれているのは事故および他人を、事故及び他人を防護するためにっていうのが使える一つの用語に書いてあるんですね、それ以外に犯人を抑えるとかあるんですけど、それに自分と相手を他を守るというふうに書かれている、これが適用されているんですよ。で翻るともともとの95条というのは自分だけを守れたんですね、だから警職法でいうと片手打ちだったわけですよ、他者がない。でこの他者として初めて、大騒ぎになった平和安全法制によって95条の2というのが付き加えられて、はい、ここにアメリカの部隊など他の国のっていうのが書かれたんですよ。そこについてもプロテクトができる、はい、でこれがだからいわゆる米韓防護といわれる、政治用語でいうとそうなんですよ、だから米韓じゃないんですよ、はい、船だけじゃないし、武器と武器、そうアメリカ以外の国もですよ、はい、一緒にやってる部隊は全部一緒に自分のこととして守ります、はい、入れる権利になり、でもう一つはプロテクトですからね、これも警護と防護をよく取り違えてたじゃないですか、はいはいはい、防護っていうのは起きてからですよ、起きたから何か悪い草が起きたからそれからプロテクトするんですよ、起きない間はこれ警護してるだけなんですね、はいはい、エスコートですよ、警護はエスコートですから、エスコート、だからこの前のはエスコートしてただけなんですよ、だから防護をプロテクトしてないから、はい、だからエスコート行動だったんですね、でじゃあそうは言いながらなんで公表しなかったのかってなったじゃないですか、あれはさらにこの95条の2に2ってあって、それはこの、アメリカなどのを守る時には の要件は相手から要請をされて、はいはい、頼まれてと、頼まれてかつ防衛大臣が認めた時にできるってなったんですよ、ということはあの時の補給艦はアメリカから頼まれたってことですよ、ということは守ってほしいと頼まれて
そしてそれがどこからどこへ行くからっていうことですよね。その守ってほしい人にのことを公表できるわけないじゃないですか。まあね、依頼した人の秘密を ね守るのもね。そうそうそう、だから菅官房長官極めて冷静だったんですよ、はい、だから他国のことですから。で、他国でもう一つは官房長官は防護という言葉が一回も使ってないんですよ。もう警護警護、今回の警護はって言ったんですよ、今回の警護はこれは他国から頼まれたことですから、以上。まあ、だからそういうちょっと騒ぎすぎて、まあ、一人歩きしてるっていう感はありましたよね。だいたいあれ政府が公式に発表したわけじゃないですかね。当たり前ですけどね。だから今の理屈ですから、ああいうのがでも逆に私情報が漏れてしまうことの方がなんか心配ですけど ね、アメリカからの信頼を失墜するんじゃないかと。しかもそれが政府の関係者だとちょっともそっちの方が問題じゃないかなと私は思ってしまいましたけどね。まあ、そもそもだから先ほど言いましたけど、他の国の軍艦の艦長は全員持ってるんですよ、あの権限は、はい、いちいち大臣に断りもしないし、頼まれもしないし、その場でもしね、例えば臨爆演習で中国も今入るじゃないですか、はい、でそこでもしテロリストが来たら、中国の艦長はアメリカの船守りますよ、プロテクトするし、はい、日本の船もプロテクトしてくれますよ、はい、そういうことなんですよ、だからそのフォースプロテクションという概念は、その軍人にとっては当然の責務なんですね、はいはい、だからそれがやっと二項についたんですけど、もうなんかすごいことでもやるみたいな物言いで、はい、報じられてしまうというところが、まだまだだなって感じですね。かえって平和安全法制なんかこうこと上げされちゃったような。そうですそうです。今までもそのエスコートっていうのはやってましたよね、はい、あの地区で ただあの 9.11 などの、あれはエスコートしてたんですけど、はい、エスコート任務だったんですけど、じゃああの時もし何かが起きたら、はい、できなかったんですよ。できなかったです、ね、だからあの時もしキティホークにテロリストが突っ込んできたら、あの時の艦長たちは自分が盾になって、そして自分に来たことに対する武器等防護ということで対処しようと、こういう覚悟で行ったんですよ。すみません、ここの帯にも書いて、まさに、新しい本にも書いてあるんですけど、まさにこの通りなんですよ。自分が盾になって、まさにこれ本当にリアルですよね。こんなばっかりなんですよ。ずっと今までこう駆けつけ警護もそうですよね、だから今まで自衛官というのは現場でみんな覚悟をして、でもこれやらないと国際問題になったり大変なことになるから、そこはみんな覚悟してやってたんです。それがこの前の法律は全部任務ですということで改めて正式化されたというだけであって、もともと無理やり自衛隊法を適用させてやったりとかしてたものをちゃんと法的に担保しましたよ、自衛隊法できちんと書いて与えられたと、それは大きいということで、はい、まあそれはまあそれでですね、ご理解いただければと思うんですけれども、また北朝鮮撃ちましたからね。もうちょっとその後伊藤さんがあのテレビに出られなかったのでどうされたのかの方だったと思ったら、ちょっとあの休暇中 で、 たまたま休暇中だったので、家内と約束してた、そういう時に、ね、奥様をやっぱ怒らせないためにも、はい、北朝鮮の皆さんもね、打つ時は2回目ですからね伊藤さんがね東京にいる時じゃないと、現役の時もです、ね、その時はキャンセルしました、ね、それで奥さんを怒らせてしまった。ね、やっぱり今民間人です。あ、そうですね。はい。非常にあのタイミングをね、ちょっと考えていただきたいんですけれども、あの今回、ね、あの30分も高く飛んでいて、はいはいはい、いわゆるそのロフテッド、はいはい、あの軌道だってすごく、まあ、ショッキングに伝えられて、はいはい、これはなぜかというとやはり迎撃が難しいんじゃないかという、はいはい、これ課題が出てきたんですけど、今回のどうですか、ご覧になって。私はですね。はい、わざわざ遠くに撃てるミサイルを近くに撃つアホな国はないと思いますよ、うん、はいはいはい、ロフテッドというのは射場がないからなんですよ、撃つ実験場がないから他国に迷惑かけないように近くに落とすための射砲なんですよ、だから中国とかはですね、ロシアとかは全然話題になりませんけど、彼らはもうすっごい砂漠があって、あそこでもう毎日ように撃ってるんですよ、はい、だからそれを知ってる我々、私からするともう可愛いもんですよね。そうか、はい、車上狭いから車上がない中でどうするかと、はいはい、で今回この東北東に打ったでしょ、あれってこうちょうど朝鮮半島があってこうペコってへこんでるところなんですよ、あそこが車上なんですよ、だから私が最初に情報の世界に入った2006年に7発、7月にですね7発こう撃たれるんですよ、これノドンとスカッド以外ですよ、はい、俺が初めて飛んで、あの時もだから本来だったら日本まで届くミサイルですから、ロフテッドで撃ってるんですよ、で
打って結構当たってたんですね。でそれでまず初めての国連による非難決議、うん、弾道ミサイル をこれ以上打ったらダメだという非難決議につながるものなんですよ。だからあそこが射場だから、だからその後もあの短いのって失敗して、どこへ飛ばしたんだとか言ってたじゃないですか、はい、あれだからそこ向けてですよ。今回もそこに向けて打ってるんですよ。だから全部計算して、そこに落ちるようにして打ってるんですね、はい、あの結構ね重要な今ポイントがあったんですけど、実はロシアとか中国ってミサイルたくさん打ってるんですけど、何しろ打ってますよ。日本では報じられてないっていうだけなんですよね。そうです、みんな知らないと、怖くないと思うでしょしょうもないミサイルだけど見えるとわーって騒ぐという。本当そう、知ると怖いってね。そうです。だから今回韓国全然騒いでないでしょ、はい、いやあれあの大統領選の時のインタビューなんか聞いても、うん、全然危機感がない、ね、だから実験ですからね。あだから実験してるんですよ、うんうん、今一生懸命。だからまだ作られてないんですから、うんうん、戦力じゃないんです。そのまあ実験の様子を見るにかなり進化したんじゃないか、あるいはその国内向けのアナウンスでも相当そのもう大騒ぎ大喜びみたいな。ああだ国内向けは逆に完成したって言ってるわけですよ、はいはい、完成したって言っちゃったんですね、うん、はい、でも完成したって言ってるのは逆説的に言うと、うん、だからこっちから見たらまだ実験中だけど、うん、中ではもう核も完成し、うん、アメリカに届くミサイルも完成し、うん、そして固形固体燃料にまで作らせたこの天才である金正恩様はっていうふうに書いてるでしょ、うん、はい、って書いてるんですよ。これどういう意味かというと、もうここまでできたからあとはいよいよ抑止力が働くので、うん、アメリカが交渉のテーブルにつこうとしてきたと、あそっちに話がつながる話なの。そうか、じゃあ交渉することに対するなんか伏線というか、だから後ろから刺されないためですよ。はだから今までのように強気でわーって言ってるのに、いやあのすいませんちょっと言われたからこれから対話にしますなんて言ったらブスッと刺されるわけじゃないですか。結構頭いいって言ったら、だからすごい賢く考えてるんですよ。だからお前はバカじゃないって一生懸命言ってるじゃないですか、うんうんうん、あのトランプさんは、はいはい、だからすごい、だから国内向けに正当性、うん、この対話に代わる正当性を今作り上げてるんですよ中では。だそれがみんなで喜び合ってるあの姿で、うんうん、ついにこれでアメリカに抑止力を持ったってやってるわけです、はい、中では、はいはいはい、でこっちから見たらいやいやまだ実験中でしょっていう、うん、でそれも実態としてはですね、本当はあのムスダンの日本分のエンジンなんですね、はい、だから液体燃料です今回のは、で本当はだから KN の08を打つだろうと思ってたんですね、うんうん、これだから8000ぐらい飛ぶんですよ、はい、と言われてて、それはムス弾が4000だから、うん、だからそれ日本分だったら8000じゃないですか、うん、だからまあでも失敗続きだったムス弾があり、うん、でやっと作ったけど、どうもだからこれ KN08 よりも短いんですね、うん、だから一昨年でできた KN08 よりも短いんですよ、うん、でこの前のパレード出たやつですこれ、はいはい、だから短いの 15m かなかなんですね、うん、でそれ以外にこのドーンとでかいのあったじゃないですか、はいはい、あれはまさに固体燃料の ICBM である中国の DF31 と、うん、ロシアのトーポリ、これを将来作るぞというモックアップですよ、あれ、うん、あモックアップね、はいはい、飾り見せて、でも目指す方向性を見せて、要するに ICBM としては固体燃料のこのロシア式と中国式を俺たちは作るんだぞって見せたパレード で、はい、うん、でその中途半端なのは今回自分たちもこれ IRBN って言ってるでしょ、うん、中距離って言ってるんですよ、はい、中距離って言ってます。だから本当は ICBN 5500以上飛んだら ICBN なんですよ。あだから自ら中距離って言ってて、うん、だから私は正直あの1月にですね、うん、ICBN の準備ができてると言ったのと相互があるわけですよ、うん、ってことはまあ、液体燃料としてはちょっともう限界を感じているのかなと。でちょっと短めだけどとりあえず完成させて発射したいと、うん、っていうふうにも見えなくはないですよね。はじゃあそこ、ま、その固体燃料そのものっていうのはまだ、だからあれがあの北極星2号とか SLBM ですよ、うん、はいはい、あれはまさに最終的に、うん、トーポリか DF31 につなげるためのあれも実験なんですよ。だからそう見るのが正しいというかですね、だから韓国とか軍事筋はそう見てるんですよ。だから日本だけが日本に撃たれる撃たれるっていうのは日本の報道だけなんです、はい、
韓国もね、再突入の技術までにまだ至ってない。だから ICBM になるかならないかの議論をしてるんですね、あれはだから落ちた瞬間まで、その無線でテレメトリー信号があった、ないかって言ってるんですよ、要するにこれは再突入してあれ2000ぐらい飛ぶと多分あの4000度から5000度ぐらいになるんですね、あと物って溶けちゃうじゃないですか、でこれをさらにアメリカまで届かそうとすると7000度になるって言われてるんですね。じゃあ7000度のところに中のものがちゃんと正常に働くかというのがあれの一つの実験の形なんですよ、それが最後まであったと北朝鮮は言ってるんですけど、韓国は当然それ全部聞いてますから、多分今回ないって言ってるでしょ、で聞いててないないってことですよ、なかった、だから多分燃え切っちゃってるんですよ、ってことは 核弾頭があっても、あの爆縮にならないってことですよね、このギュッと全然爆縮が起きないんだから、だから要するに核 ICBM 核ミサイルとしての要件はまだまだだというのを言ったわけですよ、まあそうさりながら日本の国内ではかなり、まあ、危機感を強めているような、もちろん必要がなければいけないんですけれども、だから本当、だから当然なんですよ、だから、まあ、わずかにまるでこいつはなんか楽観視しているというか思われるかもしれませんけど、変な慌て方する人はないと言ってるだけであって、ただ何かが飛んでくるかもしれない、あるいは第二次朝鮮戦争が起きるかもしれないんですよ、だから我々、元の我々というか民間人です ね、要するに僕ら現役の頃はまさに周辺事態法を作り、それが平和法制に安全法制によって重要影響事態ですよ、あれがだから第二次朝鮮戦争が起きたら日本がやるべき、まずことですよ、からもう一つ2004年に作った国民保護法、これが危機管理なんですね、要するにクライシスマネージメントはあれによって作られてるんですよ、だからもう今から13年前にすでに雛形はあるんですよ、だから今回改めて菅さんが、あのみんな集めて各自治体を呼んで、もう一回これをあの改めて整理整頓、要するに何か飛んできた時に対応できるかっていうのだから、そうじゃないと国民を守れないませんからね、だから自治体こそ頑張れって話ですよ、だけどでそうすると今何起きてるかというと、はいみんな作りましたって言ってるわけですよ、で作りましたと言って秋田でやった初めてのミサイル の、あの演習訓練は、あの海岸でいた人たちがミサイルが飛んだって言ったら体育館に逃げ込んですね体育館に逃げ込んだら体育館の屋根ボコッと穴開いて、みんな集まった分もっと被害が大きくなっちゃうでしょ、だからもうちょい真面目に考えた方がいいんじゃないかと、まあ、今自治体市町村にもね、自衛隊出身の防災官が入るようになって、まあ、東京都もですね、まあ、四方さん以降あの、ね、陸上自衛隊の OB の方入ってます、まあ、そういう、まあ、自衛隊 の、 そのノウハウのある方とかも ね、 うねこう入っていろいろパイプを作って計画作りなんかをやっていただくといいんですけどね、でもそれこそ日本が今やることはこの危機管理ですよ、そうです、ね、まさに国民保護法を実行あるものにして、国民の一人に命を一人でも何かあった時でも救うということを考えるべきなんでしょうね。そうですね、まあ、これは民間放送局も同じですから、民間放送局もそうだって一番最初にやってるんですよ、実はあの国民保護法で一番最初に取り組んだのは放送局だけなんですよ、必要に義務化されてるので提出しなきゃいけないので、無理くりって言ったらちょっと失礼ですけどね、まあ、よくわからないままちょっと計画してた部分もあって、今はそれを具体化するために、まあ、総務省から指導を得たりとかしてまあやってるんですけど、総務省だってまあ何分初めてのことでみたいな感じでどんどん修正を重ねているやにまあ聞いてますが、まあ、まあそれ本当にやらなくちゃいけないんですけど、このアメリカの動きこれからどうなるかってとこがまあもう一つ関心事ですが、アメリカはまあちょっと国内で今あの天安門やんですね、そうですね、大丈夫ですかね、この問題どころじゃない感じがしますよね、どころじゃないどころじゃないか、なんかその興味をねこっちにそらすためになんかやっちゃうんじゃないかなんていう話もまああったりとか、でもあれテープ出てきたらアウトですよね、ですよね、トランプさん自身のね、そうです、そうです、追い込まれることになりますしね、生命アウトになります、ただいずれにせよ今の状態は、あの条件闘争だと思うんですね、だから非核化というのを約束したら、話してもいいよってトランプさんはずっと言ってるわけですよ、で俺がの一定でやってもいいと、それはでも前提は非核化なんですよ、非核化を宣言しないといかないんですね、だけど金正恩は必死になって、いやいや核保有国というのを認めてくれたら対話するからってこう言ってるわけですよ、で今回もそれですよね、だからそんなこと言ってもちゃんともうできちゃってるよというのを、まさにタイミング的には AIIB でですね、
まさにロシア、中国もいて、で大統領もできて、変わったばっかりの韓国にもめがけて、要するに6者協議のメンバーにまさに見せるように、いやいや、能力あるからというようにも見えますよね。あのティラーソンさんの訓示を、まあ、先週ちょっと取り上げましたけれども、はいはいはい、かなり中国のネジを巻いてるみたいな、ね、はい、あのことを言われてますから、はいはい、まあ、中国の責任だっていうような感じはちょっとかなり見せてますよね、うん、中国は本当にあの環球時報ですか、うん、あれで大喧嘩してましたからね、はい、今やもう戦略的負債だと、ね、知ってますこれは何ですか。要するにですね、ティラーソンが3月に行った時にまず突きつけたんですよ、はいはい、もう今までは北朝鮮のことをあなたたちは戦略的な、はいはい、ね、財政資産だと思ったかもしれないけど、ね、はい、これからは違うと、負債だからって言って、それは4月の最初のトランプとの、はい、もう一回入れてるんですよ、でその結果4月ちょうど日本で大騒ぎしてる頃の二十何日ぐらいに環球時報でまさにそれが書かれたんですよ。環球時報、はい、環球時報ってあの思いっきり共産党の意見ですよね、要するにお前たちはもうすでに負債だと戦略的負債で核実験は許さない、もしそれをやったら石油を止めるぞまで書いたんですよ、はい、でそれに反応した北朝鮮の人民日報が、はい、裏切り者とか言ってですね、アメリカに言われたからってそんなのやるんじゃないっていう、まあ、あの市場喧嘩をやっていて、でこれであまり日本で報道されなかったんですね、で5月になってからまた改めて北朝鮮が文句言ったっていうのは初めて日本で報道されたっていう、だから私が見ると2回目なんですよあれ。なるほどなるほど、はい、あの一つね、その中国のネジを巻く、まあ、そのバーターじゃないですけども、いわゆる航行の自由作戦、南シナ海の方は、まあ、ちょっとね、あの棚上げしてるんじゃないかっていう見方が出てるんですけども、この間のハリスさんもね、日本に来られたりとかして、与那国に行かれたりとかしているところを見ると、まあ、きちっとそういうその日米のなんか結束を PR したじゃないかなと思ったんですけど、そのあたりどう、まあ、ハリスはだから、まあ、一番よく分かってますからね、だからもう我々自衛官、海上自衛官はみんな友達ですし、あの私もアメリカに行った時のカウンターパートですから、ね、キャプテンイートとキャプテンハリスでしたから、分かんないであいつのとこ行って、あのこれでどういうことっていうとこれはねって言ってペラペラっと、いやあのね、その日本ってちょっとあんまりよく分かってないのかなと思うんですけど、はい、あのハリスさんのカウンターパートって、あカウンターパートは総理ですよ、そうですよね、すいやだからすごいことなんですけど、はい、あんまりなんかね日本ピンとこないになりますよね。だから、あの要するにアメリカって軍事予算、うん、弱い弱くなったと言われても、うん、65兆円ですよ、うん、日本の国家予算90兆ですからね、はい、ということであそこの太平洋軍司令官がハワイにいて、中央軍司令官というのはフロリダにいるんですけど、中東担当とかですね、から欧州軍司令官がいて、全部こう地域統合軍司令官って言うんですよ、これみんな四つ星なんですけどね、このカウンターパートはみんな国家元首ですか。そうですよね、だから中央軍司令官は、あのサウジ国王のがカウンターパートだから、あの国王しか使えないゴルフ場でやってるんですよ、でそういうバカ話を僕らとは笑い話ですると、だからミリタリー同士はこういうふうなバカ話ができるんですけど、偉いんですよ、ですよ、カウンターパート、モンゴル帝国でいうとですね、はい、スルタンというかですね、キプチャクハン国とかの、だからもチンギスハンとは別にこう、末端におるじゃないですか、それと同じぐらいの力を持ってるんですよ、とやると分かりやすい、あだから軍事帝国なんですよ実は。いやだからすごい実は大きいことですよね。そうです、でだって旭日大ともらってくるんですからね。あそうだそうか、そうです、ね、大勲位ですよ、はいはい、2年ぐらいしかいないのに、ですよね、はい、高校の自由作戦に関してもなんか海軍の方から申請してるけどダメだったとかって言われてるんですけど、私は正直わからないんですね。それなんでかというと、高校の自由作戦って別にあれミリタリーオペレーションと思ってないんですよ、海軍と私がよく話してた中では、はい、まあそうやって言うけど、あれってホワイトハウスが言うからやってるだけで、僕たちあんまり関係ないもんっていうタイプなんですよ。だからその空母が6ヶ月オペレーションしてですね、その二国間訓練やったり、ポートビジットしたりするっていうのは、これは要するに公海上でやるんですけど、こういうのは堂々と俺たちミッションだってやるんですけど、あの FOM に関しては全然ホームページにも全然載せないんですよ。
じゃあ海軍がお願いしたけど国防省が却下したとかいうのはちょっと信憑性が、私は逆だと思います。いつもだから言われたから、はい、はいはいって言って、もうそのオペレーションってですね、空母部隊ってあれ、あの中で10個か20個のミッションを同時にこなすんですよ、うん、そもそも5000人ですから、うん、司令部も4つか5つあるんですよ、あんまりに、はいはいはい、そっか、そうです、ちょっとね、だから規模が違うんですよ、町が動いてますからね、でそこの例からだから同じ人でも3つか4つのミッションが同時にこなしてるんです、あれ、はい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 、だからその単体でしか考えられない日本人と違うんですよやってることが。確かにそうですね。で FM なんだら多分ね、どうでもいいぐらい で実際だって日の目がピューと動くだけでしょ、一石それ無害通行ですよ、あれ確かにね、はい、高校してるだけで言ったらね、高校の自由、あ、今そうなんだみたいな感じで、無害通行じゃんっていうんですね、よう分からんなと思って、じゃあちょっと言葉上げすぎなところ、ね、ぶっちゃけハリスに喋った時にこうやって言ってましたいや、ちょっとお後がよろしいというか、まあ、伊藤さんもまたちょっといろいろ出演も取材も詰まってますので、今日はこの辺にいたしまして、また次回はねちょっといっぱい起こりすぎるので、まあ、ちょっともう少し短縮して来ていただくか、まあ、ちょっと考えたいと思います。今日はどうもありがとうございました。